はい、どうも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 、こんにちは。また、ギリギリね、にはなりますが、今日はですね、ちょっと待ってもらおうか。今日の動画なんですけども、今日はね、喋りたいことは、アイドルを成長させることができますよ。このなんていうかな、この下のさ、ね、アイドルとか、まあ基本的にコミュライブルームかなのところにつく、このニュー、このルームのところに今ついてる、これね、これ見えるかな、これ、このニューってもあるじゃないですか。これを消したくなる病、わかります？コミュとかだったら、あ、見てないやつかな、今日やったらこのエクストラコミュの方とかも出てたと思うんですけども、埼玉スーパーアイナのことが出てたり、まあ単純にこのあれですね、アイドルのなんていうのな、こういうところで言ったら最初の位置とかね、まだ声が実装されてないキャラの位置とかね、で、あの意思をくれないじゃないですか、まあ、そういうのとか、あとライブでプロとかマスター以外のレギュラーとかね、その辺の楽曲とかをやってなかったらニュー作るじゃないですか。そういうのを消したいなっていうのが僕にはありまして、ルームの方はね仕方ないんですよ、まあ、そのアイテムが溜まってきたらねニューはついちゃうんで、また僕は基本的にそのこのね、ルームのアイテムはその日が変わってから受け取って、それでデイリー報酬を達成するっていうことで、基本的に1日1回しか受け取らないんですけども、ルーム以外のところでニューをつけたくないなっていう動画でさえ、はい、わかりますかなって、特にライブですね、ライブのところのニューはすっげえ気になるんですよ。あー、なんか嫌みたいな、コミもそうなんですけど、基本的にライブのところのやつは絶対ニューつけたくなくて、だからこれも、どれや、これもね、これほら、とりあえず今のところ119かな、曲が出てると思うんですけども、それをプロまではとりあえずフルコン撮ってるんで、こういうのね、綺麗にしときたい人なんですよね。なもんなので、結構この辺細かくしてるんですけども、どうですかね、皆さんはね。はい、ニューね、なんか嫌じゃないですか。やってないっていうのはね、ちょっと僕はあんま好きじゃなくて、どうせだったら綺麗に、ね、これこういう風に綺麗な気持ちいいじゃないですか、この、プロフィールとかでね。クリア数とフルコンボ数とかさ、綺麗に揃ってたら気持ちよいので、ね、ここではとてもこだわってる、ございます。こだわってることでございます。というわけで、もう今日もまた適当な動画でございますが、まあなんとかね、まあちょっと、うちには帰ってきたんで、これからちょっとね、なんとか、まあ早めに投稿できるように、できるように、頑張りたいと思います。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。サブチャンネルもあります。知識ツイッターもありますので、お願いいたします。そして、この動画が良かったら、グッドボタンお願いいたします。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。